本日はここ東京ドームより読売ジャイアンツ対西武ライオンズの模様をお送りします。実況は私太田慎一郎でお送りします。本日のジャイアンツスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー桑田、キャッチャー阿部慎之助、ファースト清原、セカンド西、サード江藤、ショート新岡、レフト微笑み三太郎、センター真田一休、ライト高橋由伸。ジャイアンツの先発ピッチャーは桑田。本日の調子はどうでしょう。バッターボックスは松井和夫。第2球投げました。ボールはフラフラっと上がった。ショートほぼ定位置、取りました。これでワンアウト。次のバッターは尾関。アウトカウントはワンアウト。振りかぶって投げた。スライダーストライク1。投げました。打った。センター返し。二塁送球。シングルヒット。バッターボックスは宮地。センター宮地。背番号58。一球目。まっすぐ。投げた。打ち上げた。面白いところに飛んだ。ラッキーなポテンヒットでした。迎えるバッターは山田太郎。先制のチャンス。打ち上げてしまいました。ライトへ。ライト落下点に入りました。アウト。これでツーアウト。カブレラ本日初打席。今日はどうでしょう。ツーアウト、ランナー一塁、先制のチャンス。投げた。打ち上げた。ライトへ。ライト落下点取りました。これで3アウト。チェンジです。ライオンズ先制のチャンスを生かせませんでした。本日のライオンズスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー松坂、キャッチャー山田太郎、ファーストカブレラ、セカンド高木博之、サードマクレーン、ショート松井和夫、レフト和田和弘、センター宮地、ライト尾関。松坂、今日はどのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。バッターボックスに真田一休を迎えます。バッターは1番センター真田一休、背番号10。投げた。低めいっぱい。投げました。打った。レフト前。ランナー二塁を狙う。俊足のランナーが出ました。次のバッターは新岡。投げました。コントロールがいい。
見逃した。ツーストライク。ツーストライク、ノーボール。ランナー走った。二塁へ。セーフ。忍者の足は波の想像をはるかに超える。ジャイアンツ、さあここでバッターは微笑み三太郎。ワンアウトランナー二塁、先制のチャンス。コントロールがいい。二塁へ、セーフ。二塁へ、セーフ。投げた。これは際どい。投げた、打った、セカンドゴロ、アウト、ツーアウト。次のバッターは清原。ファースト清原、背番号。先制のチャンス。速球、ストライク。投げた、アウトロー。投手有利なカウント。投げた、打った、ショートゴロ、アウト。これでスリーアウト、チェンジです。ジャイアンツ得点圏にランナーを出しましたが、惜しくも得点は得られませんでした。ライオンズはこの回6番和田和弘から。6番レフト和田和弘、背番号5。第1球打ち返した、ライトへ、右中間、ランナー2塁を狙う。ランナー2塁でストップ。見事なツーベースヒット。バッターボックスはマクレーン。ノーアウト、ランナー2塁、先制のチャンス。ストライクゾーンをかすめている。ワンストライク、ノーボール。投げました、外側に外れた。見逃した、ストライク。投げた、打たされた、アウト、ワンアウト。バッターボックスに高木宏之を迎えます。ワンアウト、ランナー二塁、先制のチャンス。低めいっぱい、投げた、打ち上げてしまいました、アウト。これでツーアウト。次のバッターは松坂。先制のチャンス。1球目、いい当たり、ファースト真正面、アウト。これで3アウト、チェンジです。ライオンズ先制のチャンスを生かせませんでした。
ジャイアンツはこの回5番高橋由伸から。コントロールがいい。カウントはワンナッシング。第2球、ボールは高く上がった。面白いところに飛んだ。ランナー二塁を狙う。二塁へ。ラッキーなポテンヒットでした。迎えるバッターは江藤。ものすごいスイングです。打った、ライト線フェア。ランナー二塁を蹴った。見事なツーベースヒット。次のバッターは阿部慎之介。ノーアウト、ランナー二三塁、先制のチャンス。打ち上げてしまいました。センターへ、センター。ランナーいいスタートを切った。サードへ、ホームイン。挟まれた。セーフ。犠牲フライになりました。ジャイアンツ先制点。次のバッターは西。追加点のチャンス。入るか。打球は伸びる伸びる。弾丸ライナーがライトスタンドへ一直線。ツーランホームラン。松坂岩田。バットが回った。タイミングが合いません。カウントはワンナッシング。大きく振りかぶって投げた。詰まった当たり。取りました。ツーアウト。バッターボックスに真田一休を迎えます。真田一休、本日2度目の対決です。ボール。第2球インロー。カウントはワンエンドワン。投げました。ハットファストボール。タイミングが合いません。ツーストライクワンボール。スリーストライク三振。決め球は直球。ジャイアンツこの回3点先制。桑田、まだ疲れは見えません。ライオンズ、この回は4番、山田太郎まで回せるでしょうか。ショート、松井達夫、背番号7。1球目、投げました。打ち上げてしまいました。レフトへ。取りました。これでワンアウト。バッターボックスは尾関。ライト尾関、背番号。ワンアウトランナーなし。
外野フライ、セカンド落下点、取りました。これで2アウト。バッターボックスは宮地。第1球、ゆっくりなボール、ワンストライク、ワンストライクノーボール。2球目、投げた、ボール球を落とされた、セカンドゴロ、アウト、スリーアウト。3回の表、ライオンズわずか3人で攻撃を終えました。松坂軽快に飛ばしております。ジャイアンツ好打順です。この回2番三岡から、2番